皆さんこんにちは。今回もパワプロやっていきますよ。トピックスも集大成。もうそろそろリーグ優勝、そして日本一になっても許される時期だと思います。名将ドピスタ監督の手腕に期待しましょう。したらは開幕戦には間に合いませんでしたが、時期に復帰すると思います。そこまでどうにか辛抱してくれればいいチーム成績を残せるんじゃないでしょうか。まあまだ本調子じゃないですからね。しゃあないしゃあない。もう大丈夫かこれ。開幕3連敗って初期の頃のチーム状態やんけ。いやまだ諦めるんじゃない。したらさえ帰ってきてくれれば打線が息を吹き返すはず。ほんとソフトバンク弱えな。選手が流出しまくってその上大谷までいなくなっちゃったもんだから、ソフトバンクが非常に残念なことになっちゃってますね。お帰りなさい。待ってました。これでチーム状態は完璧。これで今年こそ優勝や。したらお胴上げじゃない。このチームに農薬を撒きまくったドピスタ監督を胴上げや。日ハムが独走してますが、今のところ勝率5分です。そして走行しているうちに日ハムが失速、1位を狙える位置になってきます。少なくとも CS は余裕そうですね。三強三弱の構図が完全に出来上がっちゃってます。そしてシーズン終盤、トピックスが単独首位に立ちます。この勢いのままリーグ優勝決めたるで。すいませんね、サクサク進めてしまって。この後これだけ残り時間があるということは行くところまで行くかもしれないですね。ほんと強くなったわこのチーム。ここ数年試合後半に燃えることが本当に少なくなりました。前は不安だらけの先発、中継ぎ、抑えでしたが、気づけば農薬パワーのおかげで鉄壁の投手陣になってくれたので安心して見ていられます。序盤で点を勝ち越していると、前までならまだわからんまだわからんとヒヤヒヤしながら見ていたもんでしたが、今となってはこれはもう勝ったわと安心して見れます。お風呂に行ってきても負けないチームになってきました。そしてとうとうドピックスに初めてのマジックが点灯しました。マジックはリーグ優勝へのカウントダウン。これはマジで優勝するな。マジックは2つ減り4となりました。まあしゃあないしゃあない、負ける時もあるさ。正直負ける時はある程度点差がついていた方が気が楽ですね。1点差負けとかだと嫌な流れがあったりしますが、大きく1点差負けで嫌な流れになるかと思いましたが、マジックは減ったのでいい流れですね。残るマジックは2つ。この試合勝って優勝決めたるで。福岡ソフトバンクホークス25回戦の模様をお送りしてまいります。いったわこれ。試合終了。バファローズパリーグ優勝を決めました。歓喜の瞬間です。ついにバファローズがやりました。白熱したドラマを見せてくれました。本拠地京セラドームで宙に舞います。全ての人の思いを胸に戦ってきたバファローズです。今日は願いがこの京セラドームで結実しました。拍手と喝采の中、選手たちがファンの声援に応えています。そして今日ついにリーグ優勝にたどり着きました。最高の瞬間を迎えています。見事ペナントレースを制したバファローズ、本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。今年はみんな頑張ってくれました。相手の監督が撒いた種を私が農薬を撒いて大きく成長させることで。ということで今シーズンの成績です。80勝はしませんでしたが優勝することができました。意外と団子だったという感じでしょうかね。さて
一応企画としてはトピックスを優勝させるということだったので今年で終わりにしたいと思いますが、せっかくなら日尻進出、そして日本一になったドピスタ監督の姿を見てみたいので、ここからさらに頑張ってほしいですね。仮に日尻に進出して日本一になれば終わりですし、もし日本一になれなくても企画としては最終回ということにしたいと思います。続きは現実のオリックスに任せたいと思います。これは優勝チームの風格、パリーグ相手には負ける気せえへん。果たして今日日本シリーズ進出チームが決まる。日尻進出は余裕ですね。強くなったドピックスにとってはただの通過点に過ぎないです。本当にこのチーム短期決戦に強いですね。ということで日本シリーズです。くしくも相手は昨年惜しくも勝てなかった中日ドラゴンズです。この相手を倒してこそ真の日本一になれるというものですね。頑張ってくれドピックス。来ている、これは完全に流れが来ているぞ。生駒、本当によくやった。思わぬ伏兵が一発で決めてくれました。京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対中日ドラゴンズ。トピックス2連勝、これはマジで日本一もあるで。本当にこのチームドピスタ監督になった途端急に強くなりましたね。ドピスタ監督が撒いた農薬が有能だったのか、采配が有能だったのか、はたまたただ単純に最低予監督が無能だったのか、まあいずれにしてもドピックスが強くなったのはいいことですね。本当に日本中ドーピングブームが来てるかもしれないですね。それ言い過ぎ。いっぱいはしましたが、今年のドピックス本当に強いぞ。さて、日本一に王手をかけ日本一になる瞬間を見たいので、9回表から観戦して歓喜の瞬間を味わいたいと思います。エース横井で日本一決めたるで。稲垣以上の両先発、さあ間もなくプレイボールです。これは言っただろ。さあみんなで歓喜の瞬間を見ようじゃないか。バッターは近畿の走り屋大高モード。第2球投げた、2球目空振り、タイミング合いません。第3球、あら打った、いい当たりだ、行ったか、どうだ、入るか、ワンバウンドヒット、大高二塁を狙う、大高ツーベース。今日3安打猛打賞の吉永。第9投げた、内角高め見送ってストライク。第2球投げた、打った、ショート、ナイスデース。まずはワンアウト、2点までなら取られてもいいから、とにかく勝ってくれ。ボール、まずはアウトコース高め。第2球投げました、インローギリギリいっぱい、ストライク。投球は3球目投げました、変化球ストライク、インローへ。第4球を投げました、アウトコースをつけた、ファールボール、投げました、外れた、ボール。次は6球目投げました、うわあ打ち込まれてきた、怖い怖い。ボールが転がる、ボールは中継、ドラゴンズようやく1点を返しました。では改めてリプレイをご覧いただきたい。第9球初球はストライク、一球投げさせちゃいましたが、横井が疲れていますし、相手は4番、ここはうちの守護神、飯島に託したいと思います。絶対的守護神で、日本一決めるで。横井降板、マウンド上は覚醒した男、飯島。抑えきれば日本一決定となる大事なマウンドに上がります。さすが飯島、一球で4番を仕留めてくれました。あと一人や、みんな頑張ってくれ。第9投げた、初球空振り、少し迷ったか、
1球目空振りから第2球打ちました。1、2塁間抜いていった、ライトバックホーム、直井いいバッティングを見せました。バフォローズ、あ、本物のネオだ。去年はこいつにグラスラを打たれて終わったんですよね。さあ次の投球、いやーこれはいかん、本当に1点差まで来ちゃったやんけ、頼むぜマジで。リプレイをご覧ください。ツーアウトランナー1塁2塁となりまして、ゴーダ第9投げた、内角低め、ツーシームは外れてボール、投げた、怖いわマジで、完全にいったと思ったわ今の。次が4球目、投げた、ボール、振り返って2塁牽制球、第5球投げました、なあ見合ってた、宇宙間へ上がった、ヒット、直井3塁回った、まずは同点、バックホーム、間に合うかどうか、悪夢や、これは悪夢や、感染なんてするんじゃなかった、ダメージがでかいわこれ。第9投げました、スライダーボール、第2球ストレート見送ってストライク、第3球を投げました、ツーシーム見送ってストライク、第4球を投げました、オケオケ、1点差ならまだは、うわー見合ってたこいつ、花岡さあんなの小学生でもエラーしないぞ、本当に頼むって。第9打ちました、初球打ちセンターへ飛んだ、ようやく長い攻撃が終わりました。1点差ならまだわからん、最後まで諦めるんじゃないぞ。上田降板、マウンド上ピッチャーは覚醒した男山本、最終回1点差でマウンドに上がります。下位打線からか、これはきつい、何がきついって、うちのチームこういう時に出せるような代打の切り札がいないんですよね。第3球を投げた、外れた、ボール、投げた、あん、打ちました、センターへのフライだ、取りました、これでワンアウトランナーはありません。バッターは9回の頭脳、上松頼むで、お前は守備の人ながら最近は打撃成績も良くなってるんや、とにかく塁に出て上位打線に回してくれ。第3球を投げた、危ない球、第4球を投げました、こりゃあかんわ、タイミング合いません。さあ5球は5球目、打った、やばい、ツーアウトか、頼む、せめて同点にしてくれ、何度も言いますが感染なんてするもんじゃなかったよ。スタンドからは必死の声援が続いています。投げました、空振り、第3球を投げました、インコース引っ張った、ナイスナイス、同点のランナーが出ましたね、ここから勝利してくれ、頼むわマジで。花岡ツーベースヒット、バファローズ同点のチャンスを迎えます。先ほど右バッターボックスは2番花田、バファローズ1打同点のチャンス、見送ってストライク、投球これから2球目、ボール、第3球を投げました、打ちました、センター方向に持っていきましたが掴みました、試合終了です。去年に引き続いて感染すると負けるような気がして、勝つまで見てたら中日が日本一になる嫌な予感がしたので、いつもの高速試合にします。こんなんなら見ればよかった。試合終了、バファローズ日本一の栄冠に輝きました、歓喜の瞬間です、ついにバファローズがやりました、ファンの声援に見事応えてくれました。本拠地京セラドームで宙に舞います、全ての人の思いを胸に戦ってきたバファローズです。今日は願いがこの京セラドームで結実しました。拍手と喝采の中、選手たちがファンの声援に応えています。そして今日ついに日本一までたどり着きました、最高の瞬間を迎えています。見事日本一となったバファローズ、連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。日本一になりましたバファローズ、数々の素晴らしい采配でチームを勝利に導きました。だそうです、やっぱりドキちゃんは名監督だったんすね。ということで無事日本一にもなることができました、よかったよかった。これは完全に K
ケチのつけようがない、圧倒的なチームだったと思いますね。ということで最後にシーズン成績を見せて、このシリーズは終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。一体いつ優勝できるんだこれとか思っている時期もありましたが、ドクちゃんを監督に据えた途端、見違えるようなチームになったと思いますね。これは間違いなく、お薬をばらまいてますわ。金村、最強の中継ぎ説。お声が人的で取られてしまいましたが、金村が FA 宣言をしたのを獲得することができて、本当に良かったですね。それにしても、本当に中継ぎ陣が急に抑えるようになったと思います。よそのチームに誇れるような、鉄壁の救援陣ですからね。中込くん、去年取ったばっかりの社会人ドラ1選手なんですが、めちゃくちゃ活躍してくれました。FA で引き止めた高宮が怪我をして、その代役として適当に入れておいた中込でしたが、防御率1点台をしていて、高宮の帰る場所がなくなったという感じで、大活躍してくれてました。シンボリ、こいつ急成長しすぎだろ。化け物みたいな変化球になってるやんけ。そら抑えるわ。この辺からは、いまいちパッとしない選手たちですね。昔はこの程度の防御率でも、エースや、みたいに持ち上げてたものなんですけどね。野手陣の成績も、一応映しておきます。昨年に比べればそこまで打線がいいという感じではない気がしますが、要所で決めてくれてたんだと思います。上松くん、本当に打てるキャッチャーとかいう神になってますね。キャッチャーで2割8分は、大したもんだと思います。キャラは本当に、有能ですね。ドキちゃんの穴を、完全に埋めてくれたと思います。設楽のおかげで、今年優勝できたんだと思います。ということで長くなりましたが、このシリーズもおしまいです。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。また別のシリーズで、お会いしましょう。バイバイ。